こんにちは、市役所です。前半は土砂災害防止月間について管理課の崎谷さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、梅雨の季節には大雨による災害が気になりますが、6月1日から30日までは土砂災害防止月間ということなんですが、こちらどのような内容なんでしょうか？はい、昨年の7月に九州地方において北部九州豪雨による土砂災害が発生しました。はい、また本市でも昨年に台風5号、18号、21号が来襲し、大雨による土砂災害が発生しました。はい、土砂災害から人命を守るためには、危険箇所の認識や異常察知などについて市民の皆さんに関心と理解を深めていただくことが大切です。はい、こうしたことから本年も6月1日から30日までを土砂災害防止月間、6月1日から7日までを崖崩れ防災週間と定め、取り組みを行います。はい、具体的にはどのような啓発活動が行われるんでしょうか？はい、月間中の取り組みとしては、土砂災害防止月間講演会の開催、土砂災害防止に関する絵画作文の募集、全国統一防災訓練や情報伝達訓練の実施、土砂災害危険箇所のパトロールなどを行います。はい、またその他年間を通して砂防出前講座の開催、土砂災害防止法に基づく警戒区域および特別警戒区域に関する調査指定を促進し、土砂災害の防止に努めていきます。なるほど、さまざまな取り組みが行われるんですよね。先ほど土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定というお話が出ましたが、こちらについてもう少し詳しく教えてください。はい、土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定ですが、県内では平成30年3月31日現在4725箇所の警戒区域があり、そのうち東近江市では266箇所が指定されています。はい、今後につきましても順次基礎調査を行い、指定を進めていく予定です。なるほど、皆様のご理解とご協力をお願いします。はい、266箇所、市内でもそんなにたくさんの危険箇所があるんですよね。はい、梅雨の季節に台風や大雨などの際にどんなことに気をつければいいんでしょうか？はい、テレビやラジオなどの気象情報や土砂災害警戒情報に気をつけて、注意報や警報が発令されたらいつでも避難できるようにしておきましょう。はい、土砂災害警戒情報は大雨による土砂災害発生の危険性が高まったとき、気象台と県から共同発表されます。また土砂災害の前兆現象にも注意し、危険を感じたらすぐに避難しましょう。わかりました。市では防災マップを作成し、各戸に配布させていただいてます。はい、この防災マップは市内で想定される地震や水害、土砂災害などの自然災害についてまとめたものです。はい、防災マップを参考にして危険箇所はどこか、避難場所はどこか、またいざという時のためにどの道を通って避難すればいいかなど、あらかじめ確認しておきましょう。うん、最新の防災マップ情報は市ホームページに掲載しておりますので確認してください。わかりました。こういった防災マップなどを活用していただいて、普段から災害への準備と心がけをしておくことが大切ということなんですね。はい、そうですね。土砂災害は私たちの身近で起こるかもしれないという認識を持つことが早急な避難につながり、被害拡大を防ぐのではないかと思います。はい、土砂災害に対する住民の意識を高め、避難体制の整備などの充実をしていくことが今後重要となってくると考えています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。はい、普段から災害を身近なこととして考えていただくこと、そして知っていただくことがとても大切なことだとよくわかりました。前半は土砂災害防止月間についてお話をお伺いしました。崎谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。